はいどうも皆さんこんにちは、ドクターカエルです。気がつけばゴールデンウィークも終わってしまいましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年は会社によれば10連休のところもあったみたいで、その少し前の4月に文具女子博もあったりしたので、私もそれに合わせて動画いっぱい作るぞっていう風に意気込んではいたんですけれども、結局ほぼ投稿できませんでした。申し訳ありません。その理由もシンプルに体調がちょっと良くなかったっていうのと、今はプライベートがバタバタしてまして、まあ、この動画もプライベートなんですけどね。まあこの辺はね、また後で話すとして、今年の初めに一度ラジオっぽいおしゃべり動画を投稿しまして、今回も似たような感じで緩くおしゃべりしていきたいなと思っていますので、ラジオ感覚で聞いていただければ嬉しいです。なので今回はテロップとかの編集も少なめになっていると思います。概要欄にいつも通り何分から何のテーマで喋るかっていう簡単なタイムスタンプを貼っておきますので、見たいところに飛んでみてください。多分ほとんどの方は2個目のテーマだけだと思います。まずはその動画の中で名刺を作りたいっていうことを言ってたんですけれども、それがついに完成しました。そもそも作った理由としては、普通に自分の宣伝っていうのもまああるんですけれども、その他にもいろんなイベントで撮影とかしていますと、その出店者さんとかお店の方から名刺を頂戴することが非常に多くありまして、その時に返せないのが個人的に嫌だったので作りました。あとは他の界隈ではどうかわからないんですけれども、この文房具の界隈ではハンコとか紙が好きな人が多いということもあって、個人の方でも名刺を作ってる方が多いですよね。そして今回名刺を作るにあたって、まずはラフ画を自分で考えまして、はい、ということでね、いつもの画面に切り替わったと思います。うちのカエルちゃんです。まあそれはね置いときまして、そのラフ画っていうのが、はい、こちらとなっています。私は絵が描けないのでね、これが限界だったんですけれども、こだわりポイントっていうのもまあいくつかありまして、まず全体的に可愛いテイストの名刺にしたいっていうのと、あとはね、私のイメージキャラであるこのカエルちゃんをモチーフに人型の自分のキャラクターが欲しかったっていうのと、あとこのチャンネルは文房具をメインに投稿していますので、こういうねインク瓶とかあわよくばガラスペンのイラストも入れたいなと思っていたのと、あとはねこんな風に活動がネットなので、その雰囲気を出すためにこの検索バーも入れたかったっていうのがあります。そしてね、出来上がったのが、はい、こちらとなっています。めちゃくちゃ可愛いですよね。色合いも私の好きな青緑ベースになっていまして、キャラデザもデフォルメされててすごく可愛いですし、いつものね、うちのカエルちゃんも描いていただけました。私は服装だとパーカーが好きなので、そのあたりもね盛り込んでもらいましたし、こんな風によく見てみると、はい、手にガラスペンの方も握っています。横のねインク瓶のイラストの方もデザインがシンプルで可愛いんですけれども、各ね SNS の QR コードもしっかり読み取れるように載せていただけまして、もう本当にね理想通りの名刺を作っていただくことができました。今回この名刺のデザインをしていただいたのは、私の個人的な知り合いに絵を描いている方がいまして、その方に頼んだので、アカウントの公言っていうのはしないんですけれども、もう本当にね何回も何回も調整していただいてね出来上がったものなので、もう忙しい中ありがとうございました。最初に言ってました4月にやった文具女子博でお会いした何人かの方にはすでにねこの名刺をお渡しさせていただいたんですけれども、可愛いっていう風に言ってもらえて嬉しかったですね。先ほどイラストは知り合いの方にお願いしたっていう風に言ったんですけれども、名刺の制作は、はい、こちらのラクスルーというサイトで行いました。いろいろ調べて良さそうに思ったのがこのラクスルっていうところだったんですけれども、こんな感じで名刺の紙の種類っていうのも用途に合わせて自分で選ぶことができたり、名刺以外にもチラシとかパンフレットも作れるみたいですね。こういう紙の種類によって値段も多少は変わってきたりするんですけれども、まあ、今回はね初めて名刺を作るということでね、ちょっとお高めのこちらのバンヌーボーを使いました。実際手元に届いて実物を確認してみても、トーナーインクの発色もすごい良くて、特に滲んでいたりもしなくてすごく綺麗に仕上がっていました。さらに届いた時には、はい、こんな感じのねしっかりとしたケースの中に入って届きまして、こういうのも地味に嬉しいポイントですよね。
こちらの名刺もし欲しい方がいればイベント等でね私とお会いした時にお声掛けしていただければお渡ししたいと思います。まあそもそもね欲しい人がいるかっていうのは分かんないですけれども、あちなみにねこのラクスルっていうのはね全く案件とか何一つないんですけれども、もし名刺を作るのが気になっている方がいれば一度調べてみてください。これに合わせてこの名刺で使ったイラストもいただきまして、はい、こんな感じの全身のイラストとなっています。ということで気づいている方もいるかもしれませんけど、各 SNS のアイコンをこちらに変更しました。ちなみに、はい、白黒バージョンもありまして、こちらは YouTube の右下の登録アイコンにしています。あとは動画内でもたびたび使っていきたいと思います。今後もこういう雑談みたいなのはたまにやっていきたいなというふうに思っているんですけれども、このキャラの背景もまたねちゃんと作りたいと思います。それと昔から動画を見てくださっている方は気づいているかもしれないんですけれども、最近はオープニングとかエンディングとかアイキャッチっていうの方がなくなっていまして、その理由がこのアイコンに変更するタイミングで新しいのを作りましたって言いたかったんですけれども、残念ながらね間に合わなかったので作れませんでした。申し訳ございません。こういうのはね結構こだわりタイプの人間なので、なかなかね納得いくのが作れなくて、またでき次第お知らせしたいと思いますので楽しみに待っていただけると嬉しいです。これで名刺については終わりなんですけれども、続いて2個目のテーマは皆さんお待ちかねガラス作家パラグラスさんの個展についてです。本当はいつも通り専用の動画っていうのを作る予定だったんですけど、僕の撮影の都合でこちらの動画でまとめてお話しさせていただきます。まずパラグラスさんはガラスペンをメインに制作されているガラス作家さんとなっていまして、最近はガラスペン以外にも可愛いオブジェ系の制作もされています。そんなパラグラスさんの個展パラグラズ2024が数日後開催されます。会期は2024年5月16日から19日までの開催となっていまして、時間は12時から19時までとなっています。会場は大阪の梅田にあるギャラリーでいろり村さんとなっています。ちょうど1年ぐらい前かな、去年の5月にも個展パラグラズ2023が開催されていたんですけれども、その時と同じギャラリーさんですね。その時の動画も投稿していまして、個展中の雰囲気の動画とか、あとは最寄り駅からいろり村さんまでの道順っていうのも紹介していますので、よければそちらも見てみてください。そして今までの個展の入場は先着順だったんですけれども、今回は少し違いまして、12時から12時20分の間に来た人は、整理番号と入場時間が書かれた整理券がランダムに配布されまして、この番号順に入場するといった形式になっています。なので早くから行ったとしても必ず早い時間に入れるっていうのは限らないんですけれども、整理券が欲しいっていう方は必ずこの時間内に間に合うようにいろり村さんに着くようにしましょう。いろり村さんの近隣にはいろんなお店があったりして、あとはギャラリーの規定で指定時間よりも早くから並ぶっていうのは禁止なんですけれども、去年は結局みんな並んじゃってましたね。今回はなおさら先着順じゃないですし、せっかくの楽しいイベントなので皆さんルールを守って楽しく参加しましょう。そして今回の作品のラインナップはこちらとなっています。登場から時間が経った今でも大人気なラプネペンや喫茶ペンの他にも、このパラグラズのメインテーマである全100種類を超えるアニマルガラスペンや定番ガラスペンのモグルガラスペン、ロイヤルガラスペン、ギャラクシーガラスペン、ツーウェイガラスペンがあります。次にシーリングスタンプとしては少し前に初登場したクリームソーダやシマエナガ、そして今回初登場のラムネやオールのシーリングもあるみたいで、どんなものか楽しみですね。クリームソーダとシマエナガのシーリングは以前に動画を投稿していますので、気になった方は見てみてください。あとはパラグラスさんのオリジナルインクのパラグマインク、アクセサリーではこちらも新登場のロケットペンダント、そしてオブジェが今回は全4種類らしいんですけれども、金額がかなり高額なものなので、その分クオリティもすごいはずなので、これはぜひ実物を見てみたいですね。
この動画の撮影段階ではガラスペン以外の作品の写真っていうのがほとんど投稿されていませんので、もしかしたら当日のお楽しみかもしれません。アニマルガラスペンとオブジェは後日発送らしいので、個展に行けば早めにお迎え先が決まっていたとしても実物を見ることができるかと思います。おそらく今回も会場の動画を撮影すると思うんですけれども、まあ、やっぱり映像よりも実物の方がね素敵だと思いますので、行ける方はぜひご自身で行ってみてください。今回は時間の都合でいつもよりも簡単にしか紹介できなかったんですけれども、個展に参加される方はこの動画だけじゃなくて必ずバラグラスさんのご本人の投稿をご確認するようにお願いいたします。そしてここで個人的な嬉しいお知らせがありまして、今回なんとバラグラスさんからご依頼の方がありまして、ついに公式としてバラグラススタッフとして参加することが決定しました。逆に今まで違うかったのっていう風にね思われる方もいるかもしれませんがね、よく言われます。今までは普通にお客さんと参加しつつ、バラグラスさんが忙しくなったら突発的にちょっとお願いって感じでねやってました。まあ、ですが今回はおそらく一番混雑しそうな初日16日はスタッフとして在留させていただきます。それ以外の他の日程も、まあ、普通にお客さんとして参加してると思いますけどね。ありがたいことに SNS とかでも僕とお話ししたいって言っていただけることが多くありまして、多分いつも通り目印でねカエルちゃんも一緒にいてると思いますので、もし僕が忙しくなかったら少しでもお話ししていただけると嬉しいです。まあ、ただあくまでねこれはパラグラスさんの個展で僕がメインじゃないので、そこはご認識のほどよろしくお願いいたします。じゃあ今回私は何もお迎えしないのかっていう話なんですけれども、僕もパラグラスさんのファンのねうちの一人なのでお買い物はさせていただきます。ただスタッフだからってひいきしてもらうっていうことは一切なくて、私も自分で整理券の方をもらいに行きまして、自分の整理番号が来るまではスタッフとして働いて、自分の番が来たらお買い物をして、終わったらまたスタッフに戻るっていう感じですね。今回私も欲しいものがいくつかあってお迎えしたいので、いい番号を引けるようにお祈りしておきます。そして最後に3個目として、本当に私事の話なんですけれども、実は少し前に結婚いたしました。手袋越しで指輪つけて結婚報告する人、人類初じゃねってね思うんですけれども、まあなんとなく見えるのでいいでしょう。私は今26歳で、偶然にもパラグラスの金田さんと同い年だったんですよね。まあさらっと言いましたけど、思っていたより若かったってよく言われます。まあそれは置いときまして、私が結婚したお相手の方っていうのは、僕が動画を始める前から数年、結構長い間お付き合いをさせていただいた方で、今では私が動画をしていることも知っていまして、あとはガラスペンを集めているのも理解のある方で、本当に良かったなと思っています。ありがたいですね。ただ私の動画っていうのは全く興味がないみたいで、一回も見たことがないらしいですね。まあそれは別にいいんですけれども、これで僕の動画のスタイルが何か変わるかって言われると、そういうことは全然なくて、まあしばらくはね引っ越しがあったりとか、そういう意味でちょっと投稿頻度が下がったりするっていうのはあると思いますが、それさえ乗り切ればおそらく逆にね撮影環境は良くなると思いますので、今までよりももっと撮影を頑張りたいと思っています。言ったことがなかったんですけど、今のこの撮影環境があまりにもひどくて、まあさすがにねみかん箱の上とかでは撮影していないんですけれども、皆さんがねどんなところを想像しているか分かりませんけど、まあまたね機会があれば言ってみたいと思います。はい、ということで今回は名刺の紹介とパラグラスさんの個展について、まあそしてその他雑談といった感じでした。いかがでしたでしょうか。しばらくは新しいアイコンになれるまで違和感があるかもしれませんけれども、今後はこちらの方でよろしくお願いいたします。動画の投稿に関しても頻度は少ないんですけれども、投稿のネタっていうのは追いつかないくらい抱えていますので、頑張ってね少しずつ作っていきたいと思います。とりあえずね覚えてるだけでも10個以上はねネタがありまして、中には半年前くらいに買ってずっと
っと紹介したいけどできてないものっていうのもあるんですよね。そちらに関してはとある方にもご協力をいただいたりしましたので、早くね作りたいんですけれども、まあ、ただこれに関しては時間がかかってでもちゃんと作り込みたい動画となっていますので、ぜひ楽しみにしていてください。そして5月の16日から19日で開催されるガラス作家パラグラスさんの個展もぜひよろしくお願いいたします。人気のラムネペンとかもオンライン抽選ではおそらく倍率がとんでもなく高いと思うんですけれども、個展とかのリアルイベントだと初日とかならお迎えできる可能性は比較的高いかなと思いますので、欲しい方もぜひ参加してみてください。途中でも言ったんですけれども、今までのパラグラスさんの個展の動画も投稿していまして、会場の雰囲気を事前に予習したいという方はそちらも見ていただければと思います。いつもよりいっぱい喋った気がしてまして、撮影段階ではね1時間弱ぐらい喋っているんですけれども、編集後この動画が何分になっているんでしょうか、まあ、その辺はわからないですけれども、この辺りで動画を終わりたいと思います。このチャンネルでは普段はインクやガラスペンなどの動画をメインに投稿していまして、たまにはこういうラジオ的な緩い動画も投稿していきたいなというふうに思っていますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。